テレビをご覧の皆さん、こんにちは。こんにちは。YKJ が埼玉わらびから世界へ向けてお送りする音楽番組、はい、ボイスのお時間です。イエーイ。 YKJ ドラムコーラス塚越出身の修吾です。わらび高校出身 YKJ ボーカル&ギターの安井です。よろしくお願いします。ということで始まりましたボイス第39回。39ありがとう。なんと今日はここわらび宿場祭りよりお届けしております。いやもうね最高ですよ。来ましたね、地元の祭りですよ。ついにちょっとねもう飲みたいですね。飲みたい、はい。わらびの歌、これねずっと企画でやってますけれども、3ヶ月企画をして、そうですね、今日ついにファイナルを迎えます。はい、ね、ブー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 言ってますけど、ブーブー言ってますけども、これダメってことですか。はい、そんなことないですよね。この宿場祭りで YKJ がわらびの歌、はい、お届けしますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、それではボイスピャンウェアウェアボイス第39回スタートです。よろしくお願いします。マイケルです。
ドラムス修吾が蕨高校の卒業生でございまして、2人で YKJ を結成いたしました。今日はサポートにベース矢野敦史とピアノ山口茜大先生を迎えて4人で YKJ としてやってきました。よろしくお願いします。お願いします。やってきたというか、はい、帰ってきたと言うべきでしょうか。はい、お帰り、ありがとうございます。僕らの青春時代をですね、蕨で過ごして、そして音楽活動をずっと続けていて、3年前から、はい、ボイスという番組をケーブルテレビウィークでやらせていただいておりましてですね、そのボイスの中で、まあ、いろんな、ご縁をいただいて今日このステージに立ってます。本当にたくさんの方に聞いていただけてよろしいです。ありがとうございます。よろしくお願いします。 YKJ と言います。よろしくお願いします。僕たちはたった一人では小さな点のような存在かもしれないけれど、その小さな点が結ばれて線になった時に美しい形が見えてくる、そんな曲です。点と線、聴いてください。点が線になろうとして、
指令完成した番組テーマソングを11月3日わらび宿場祭りの会場で披露すること。わらびをイメージした楽曲を作りましょう。早速今から会議。わらびっていうとどんなイメージですか？わらび高校、まあ、母校があるよね。やっぱね、わらびの駅前やってまいりました。わらび駅西口、はい、いやここも走ったよね。こっちも、うん、変わらないよねこういう道は。でも、うん、年取りたくないなって。そこわら港市民会館駅前、ね、市民公園。 OK なんとわらびの歌を愛犬ちゃんが作ってきました。よろしくお願いします。今日初披露なんですけど、はい、知ってる人がいたらぜひ一緒に歌ってください。
はい、ということで、はい、やりましたね。わらびの歌いかがだったでしょうか。無事にね、わらこう通りから始まって権威独占を、これはあれですか、出てるんですかね、下の方に歌詞が出てると思いますよ、そしてからの市民公園、市民公園旗祭りといろいろわらびのワードを入れさせてもらって、はい、割とあったかく仕上げたつもりではいるんですけれども、わらびの皆さんにどう届いたのか、そうですね、少しでもね届いてくれれば嬉しいと、感想もいただきたいぐらいですよね。感想メールね、いただきたいですね。ということで、はい、あっという間にエンディングのお時間、ね、今日はもう夜ですよ、宿場祭り、もう夜です、あっという間に宿場祭りも終わりに近づいて、近づいてる、グランドフィナーレにも近づいて、YKJ から大事なお知らせがあります、はい、12月23日、はい、隣駅、わらびから隣駅、西川口発でワンマンライブが決まっております。権威独占で一駅、ぜひ遊びに来ていただきたいなと思っております、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。来月はでも12月ですよね。そうです、もう忘年会スペシャルなのかな。ああ、それもあるのか、楽しみだなまあどうなるかな、はい、ということでですね、今日は芝祭りで、はい、わらびの歌初披露ということで、はい、皆さんどうだったでしょうか、はい、来月のボイスも楽しみに。そうですね、ぜひまた見てください。40回目ですね、実はすごいですよ、もう40回、うん、頑張っていきますので、どうぞ応援よろしくお願いします。ということで、楽しい楽しいボイスのお時間でした。YKJ でした、ありがとうございました。ありがとうございました。わらび最高だぞ。